こんにちは田中雅です本日はですねあのー、最近某県の方で、えー、紛糾している、えー、パワハラ、えー、知事のパワハラ問題について、えー、語りたいなと思ってるんですけれどもまあ、えー、これに関しても、えー、私あの、まあ、最近、えー、ちょっと調べ始めたぐらいで。 あまりちょっと詳しくないんですけれども、まあ、政治に関することなので、えー、ただですね、まあ、今問題になっているのが本当に知事がパワハラをしたのかどうかっていう部分だったりとか、えー、逆にその知事がさ、えー、まざまな公約というか、えー、それを達成しているので 辞める必要はないといいいとう声も届いてらっしゃいましたあもうその知事に関してあの辞めた方がいいっていう議員から声が上がっていたりとか捨てるそうなんですけれどもでまあマスコミの方々であるとかまあ、えー、それに付随する一般の方々も知事に対して批判をしている方って多いということで、えー、まあその一方でこういった擁護の声が上がっていたりとか。 まあ,あともう一つちょっと問題になっているのが問題というかまことしやかにえ言われているのがまあその指示がそのとあるえ利権港湾利権えまあ港の港という字に湾岸の湾と書いてあの利権というのはあのえ利益の利にえ権利の権利利権でそ,のもそれにえ切り込もうとしているからえこういった反発が起きているんだというかそ,のそれを阻止せんとする働きが起きているんだというような 意見も最近私その目にしましてちょっとどうなんだろうというところが思ったんですけれどもまあ最初にその利権とかについてのこととかあの公約についてどれだけ達成してるからそれに関する既得権益者から反発が起きているんだみたいなことに関してなんですけどそこはあのまあ 今のところはそのパワハラという問題とその利権であるとかその既得権益であるとかえそれに反を支援とする人たちがえあの市場を攻撃しているんだみたいなところの因果関係がちょっとまだわからないのでそこに関してあのむやみに言及すべきじゃないなと私は思ってるんですねそのパワハラとその利益構造の問題って何か それを一色たにして,語っ,て語っちゃってる人とかって YouTuber とかでもいらっしゃったんですけれどもその因果関係がどうしても僕調べてたらあまり分かんなかったんですよ。僕がちょっと無知なだけなのかもしれないんですけれどもなぜそれがあるからパワハラを非難されるのかっていうのがちょっとなんか、えー、ロジックとして分かんなかったんでそこはずっと触れないんですけれども ただその一番私が気にしてる気にしているというか、えー、難しいなこの問題の難しいなと思っているところはパワハラの基準だと思うんですよねあのエレベーターぐらい、えー、ボタンぐらい押さないのかみたいな言葉だったりとかまあ先回りなぜしてくれないみたいな、えー、ことだと思うんですけれども まあ、それって人によっては俺は知事なんだから、えー、お前は部下なんだから、えー、そんぐらい言われなくても、えー、やれよみたいなふうに、えー、取られるっていうのもすごいわ、えー、かるしそういうふうに取っちゃう人っても絶対いると思うんですよ、えー、ただそれもそのなんか言い方っていうものがどういう言い方だったのかっていう、えー、やり方ってああというのってあると思うし例えばいや エレベーターぐらい押してくれよみたいなボタンぐらい押してくれよみたいなそんな軽いノリで行ったのかとかっていうのもあるしもしかしたらそう言ってたんじゃないかっていうのもあるし、えー、それをもう本当にすごい剣幕で行ってたような可能性もあると思うんですけれども、まあ、それをどう受け取りが手がどう受け取るかっていう問題になってきちゃうんでそれに関しては、えー、まあ線引きが本当に難しいなと思っているところで,ですね。 私、今40歳で、実は会社員経験がないんで、ずっとフリーランスでやってたんですけれども、なんで、組織に所属したことがないから、実際にパワハラの現場とか見たことないし、僕自身がパワハラだって言われたこともないんですけどね、正直。ただ、この年齢になってくると、やっぱり、仕事で関わる方があって、下の年齢の方々が徐々に増えてきてるんですね。なので そういうい方々にあのどれぐらいのまあ僕もやはりそれなりの1415年もやってきてるんで経験っていうものがあるからあこれはこんなかんこの仕事はこんな感じでこう行くなっていうのが大体分かったりするんですよやる前から。であこれはちょっと難しいんじゃないかとかでも大体事前に分かったりするんですね正直のところ。えー、なののでまあただその まあ人にも経験にもよると経験によってそれがちょっとまだ今まつかめてない、えー、かったりとか、えーあのー、そのあたりの、まあ、やり方が、えー、分かってない方々とか分かってらっしゃらない方々って絶対いるし僕も若い頃そうだったんで、えー、いや、えー、これはこういう理由だから成立しないとか、あのー、いやこれはやめた方がいいとか、あのー、いう時もあるんですけれども。 その言い方っていうのは日すごい気を使いますよ、ね、あのー、僕が例えば同年代とかそれより上の方々に話をするんだったら「いやこれぐらいえいやこれはもう絶対そうですよね」みたいな口調で言えるんですけれども「そうですよね」というかなまあちょっとあの言ってしまえばえ断定的じゃないですけれどもえまあ基本メールでコミュニケーションしてるんでえそんなえあの別に 言葉ででやってるわけけじゃないんですけれどもまあ断定的な言葉とか使ったりとかしてしまう時もあるんですけれどもまあ例えばそれを年下の子とかにえやったりしてしまうとあこれはこの書き方では圧が強く受け取られないかなとかそういうふうに思ってしまうことって正直あったりするんでまあそれを例えば今回の件でパワハラって思われたのかもしれないしまあ えー、そういった可能性もあるんじゃないかなと私、えー、思ってもいますし、えー、ただ本当にパワハラ的な僕現場を見てないのでもちろんみんな現場見てないと思うんですけどもしてる可能性もあると思うんでただそのパワハラっていうのが何なのかっていうのが、まあ、いまいち人に受け取り手によるってしまうところがどうしてもあるからすごい難しいなと思うしなんここまでしたらパワハラですよみたいなそういう線引きってまあ すご難しいし、なんか法律としてやるっていうのは結構む本当に厳しいんじゃないかなと思うんですね。なので、えー、ちょっとそれに関してはそう思うんですけれども、まあ僕はあんまり、えー、まあテレビ業界で働いていながら、あのー、あんまりそのテレビや仕事以外では、えー、自分の関わっている番組以外では見ないんですけれども、えー、まあなんでニュースとかでは、えー、まあ結構その白に黒に近い、えー、グレー的な 記憶知事の方が、えー、パワハラしたんじゃないかみたいな、えー、報道がなされているということなんですけれども、まあ、私、今、まだそのこの知事の方が、えーやえー、パワハラはなかったっておっしゃっていますし、今、第三者が入っているんですかね、まあ、調査を進めている段階だと思うんで、えー、あまりその、 まあ私の責任でもあるんですけどこれマスメディアに所属してる身としてあのまあこう先導するというか対象を先導するというかえこいつはパワハラをしたんだみたいなえそう見えるような報道姿勢っていうのはちょっとその控えた方がいいんじゃないかなとえ私思ってはいますえまあえただそれによってここに利権があるからマスコミは それを潰そうとしてこうしているとかえっていうのもちょっとっていうなんかネットユーザーの方々の考え方とかえっていうのはちょっと飛躍しすぎな点もあると思うんですね私そうしたらもう何でもかんでも利権とかって守ろうとするんだったらえあのこれまでに暴かれてきた利権もあると思うんでマスコミによってなのでそういうふうに あのまあ両者が決めつけたりするようなマスコミも大衆もえ決めつけたりするような大衆というかまあもうネットユーザーだと思うんですけど決めつけたりするようなえ批判のし合い方っていうのはちょっと控えた方がいいんじゃないかっていうのがえ私の意見とえなっておりますえまあなのでま,あえまとめるとするならえーパワハラって基準が難しいしえまあ中年の 僕のような中年以上の方々、特に男性だと思うんですけれども、まあ、これを言ってしまうと何も言えなくなっちゃうみたいなこと、えー、あると思うんですけれども、まあ、言い方っていうのは常日頃、えー、気をつけていけばいいかなと、えー気をつ、気をつけていくように私もしたいと思っております。それでは。